バトルスピリッツバトルスピリッツレ化魂バトルスピリッツレ化魂バーニングソウルは2015年4月1日から2016年3月30日までテレビ東京系列で毎週水曜18時30分18時57分に全51話が放送されたバンダイナムコピクチャーズ制作のテレビアニメ作品トレーディングカードゲームバトルスピリッツをもとにしたテレビアニメシリーズの 第7弾。前作、最強銀河究極ゼロ、バトルスピリッツの完結から、半年のブランクを経てのテレビアニメ新作であるが、前作とは異なり、テレビ東京での放送となる。アニメ制作は前作までのサンライズから、同社のキッズファミリー向け部門を分社して設立された、バンダイナムコピクチャーズが担当。このため監督の杉島国久やシリーズ構成の、長谷川克美など、 一部を除いて、スタッフの顔ぶれには大きな変化はない。本作品のモチーフは、戦国であり、現代社会にて、全国各地でバトルが繰り広げられているという世界観が描かれる。バトル描写が簡略化されていた、最強銀河究極ゼロ、バトルスピリッツに比べ、ステップ描写、ナレーションネクサスの CG が復活しており、初心者にもわかりやすくなっているほか、 シリーズで初めてコアを手で動かすようになっている。一方でバトルスピリッツ少年撃破団からの伝統だったバトルフォームは廃止され代わりにバトルマシンが非常に特徴的となっている。前作までとは違い A パート終了後のアイキャッチが廃止されアイキャッチが B パート開始時のみとなった。二0十五年十一月から全四回直前番組銀玉の坂田銀時らが 番組宣伝やジャンクションに登場、本作品の劣化雪村と共演した。2016年1月には、新春スペシャルとして、シリーズ第一作、バトルスピリッツ少年突破バシーンの主人公、馬上突破との共演エピソードも制作された。DVD は、全2作に引き続き、受注率達成による、完全受注限定生産。2016年2月15日より、 受注開始となった。当初の期限は4月30日までと受注期間は約2ヶ月半だったが、受注は前々作、前作以上に難航しており、特典7が追加発表されるとともに、期限は5月15日まで延期された。そして約3ヶ月の受注期間を経て期日に受注率が達成され、販売が決定。その後、 5月27日から6月19日まで追加受注期間が設けられた。本作品の完結後、次回作となるバトルスピリッツダブルドライブは、それまでより35分繰り上げとなる毎週水曜17時55分からの放送となった。近未来。日本ではバトスピに関することを運営しているアイビッサによって開発されたバーチャルシステムの普及により、カードゲーム、 バトルスピリッツは、スポーツのように、大流行、バトスピ戦国時代と歌われる様相を提している。愛ビッサに認定された一流のカードバトラーは、S 級バトラーと呼ばれ、武蔵などの一部の地域では、彼らが自らを慕う、者たちをまとめて、組を作っている。彼ら S 級バトラーたちは日々派閥を広げんと他の組と、バトルによる縄張り争いを繰り広げており、 時には実力講師に発展することもある。しかし、その様子は不良グループカラーギャング同士によるいがみ合いに等しいものがあり、主要人物たちの率いるメンバーも柄が悪いのが多い。初期設定の登場人物の年齢は非常にはかかった。現代社会を舞台としている一方で学校、親、バトスピに関係のない大人などは登場しておらず、その主催は不明。上実の組が、 犯罪にあたる行為に及んでも、警察の介入などはなく、それぞれの組が街の若者たちの治安を仕切っている描写も見られた。そのため、ファンタジーの要素はない一方で、一応は現代社会ながらもバトスピで若者が闘争する世界として描かれている。作中では、そんな事態を憂いて行動する者もいる。バーチャルシステムの実現により到来したバトスピ戦国時代。 そんな中、都知事として、誰もその名を知らない、S q カードバトラー、劣化雪村が、黒田勘奈と共に、天下不部を目指して、武蔵に現れ、S q バトラーエ園、年家、群青、騒雲、宝緑萤火熱具たちを撃破したことで、物語は動き始める。雪村の出現を知った、王六天魔王の指示を受けた、マジロ東吉郎や、紫吉信、乱丸の作望が、 水面下で進む中、武蔵に集う S 級バトラーたち一同は、武蔵一を決めるべく再び激突し合う。激闘を制したのは未知のカード、S バーストで他を圧倒した金継ぐとなり、金継ぐは武蔵統一に向けて動き出す。一方、敗北に落ち込んでいた雪村は、年家の叱咤で立ち直り、金継ぐへのリベンジマッチに挑み勝利を収めた。そして、 金継ぐにスバーストを渡していたマ丸は、死虐的な本性をあらわにし、金継ぐを拘束、法緑組の名を語りながら、第六天魔王の野望に向けて、武蔵支配に乗り出す。西武蔵でのマ丸たちの暴虐を知った雪村は、年家、総運に協力を仰ぎ、マ丸、東吉郎たちに挑んで金継ぐの解放に成功する。雪村は黒幕たる王六天魔王に挑むも敗北を、 刻まれ、第六天魔王は、さらなる激闘の開白を宣告した。王六天魔王勢が、西武蔵から去った後、郊緑縁組は、西武蔵復興に尽力し、金継ぐの理想通り、武蔵のすべてのカードバトラーが楽しく心ゆくままに、バトルに興じ、街には、平穏が戻っていた。そんな中、アイビッサの代表として、天馬氏により、 バトスピ戦国チャンピオンシップの開催が宣言され、雪村たちはチャンピオンシップ決勝トーナメントへと歩みを進める。しかし決勝トーナメント開催の場で、第六天魔王は自身の優勝を条件にアイビッサの全権委任を要求する。勝ち進み決勝戦へと負を進める雪村と、王六天魔王。だが、雪村は第六天魔王の正体が自分がかつて慕っていた。真 兄子と天馬信長であることを知り、激しく動揺。戦意を失いかけるが金継ぐの失ったで、これまで戦ってきたバドラーたちのためにも戦うと決意する。決勝戦では、天馬信長の圧倒的な力に勝負を諦めかけるも、今まで戦ってきたライバルたちの応援で戦意を取り戻し勝利。日本一が決定したことで、 バトスピ戦国時代は終わりを告げ、カードバトラーたちは雪村を目標として、精進に励んでいく。バトスピ戦国時代というコンセプトに基づき、主要な登場人物の名前は有名な戦国武将、忍者を彷彿とさせるものになっている。バトスピ戦国チャンピオンシップでは、各々が3人一組のチームを組み、バトスピの天下一を求めて参加する。雪村のチーム、 サスケのチーム、トシイエのチーム、ケンシンのチーム、アイビッサチーム戦国チャンピオンシップで、アイビッサ推薦のシード枠で本戦に出場する。全員が、アイビッサ幹部、天馬氏に仕えている。百王家と、緑三家は、忍者の家系であり、天馬家に仕えてきた。最強ジャンプ2015年5.79.11月、2016年1.3月号に、掲載、漫画、 展望良一、原作、やたてはじめ、メインキャラクター原案、篠原健太、炭鉱本前一巻。アニメ版とは異なり、戦国時代をモチーフにした異世界バトルものとなっている。ありがとうございます。